びっくりしたらジュは、すぐに、彼を監視しているビームに近づきます。ロシューとビームの間で、同等の厳格な要素を見て、ラジュは、彼の実際の目標を説明します。いずれにせよ、ビームは、彼の祖先の性格と彼の中心的な目標を、明らかにしますが、ラジュの秘密の性格についてはまだ知らされていません。 スコットに敬意を表して開催されたイベントで、ビームの部下が野生の生き物を積んだトラックで、スコットの家に押し入り、集まった訪問者の間で台無しになりました。クリーチャーは、スコットの警備員を殴打し、ビームが一時的に戦うことを可能にします。いずれにせよ、ラジュが現れ、それに応じて、マリを殺すというスコットの目標を彼に明らかにします。彼はコミットメントを諦めます。 エピソードの影響で、ラジュは、ビームを妨害したことで前進しましたが、彼は、自分の決定に対する責任に巻き込まれ、ナショナリズムの基盤に対する、彼自身の行為を見直し、警察内のほくろとしての彼の真の変化の、自己イメージを見直しました。ビームの公の無知打ちで、ラジュは彼に、彼の活動を放棄する、よう説得しようとします。前者は、 全てが平等であることを条件に夢中打たれることにしました。彼の傷に反対して、ビームは抵抗して歌い、集まったグループに反乱を引き起こします。騒ぎは、ついに彼の活動のワイルドさを理解したら銃をさらに照らします。仲間を救うために、まだ空中にいる、彼は、スコットを説得して、彼を救うための罠を仕掛けながら、密かにビームを処刑するよう説得しました。 いずれにせよ、スコットは彼の陰謀を推論します。マリをスコットの部下から救う方法を考えている間、ラジュは恐ろしいほどの傷を負ってしまう。同時に自分自身を解放する方法を考え出したビームは、ラジュの活動をマリを殺そうとする試みとして誤って解読しました。彼は彼女と逃げる前に彼をクラブします。事実から数ヶ月後、マリと一緒に、ハスらす。 森林地帯に逃げたビームは勤務中の英国警察官に追い詰められました。ラジュの人生のパートナーであるシーターが天然痘のフード病を装って保証することで彼らを撃退した時、彼はほとんど発見されないように努めています。びっくりしたらジュはすぐに彼を監視しているビームに近づきます。ロシューとビームの間で同等の厳格な要素を見て、ラジュは彼の実際の目標を説明します。 いずれにせよ、ビームは彼の祖先の性格と彼の中心的な目標を明らかにしますが、ラジュの秘密の性格についてはまだ知らされていません。スコットに敬意を表して開催されたイベントで、ビームの部下が野生の生き物を積んだトラックで、スコットの家に押し入り、集まった訪問者の間で台無しになりました。クリーチャーは、スコットの警備員を殴打し、ビームが一時的に戦うことを可能にします。 いずれにせよ、ラジュが現れ、それに応じて、マリを殺すというスコットの目標を彼に明らかにします。彼はコミットメントを諦めます。エピソードの影響で、ラジュは、ビームを妨害したことで前進しましたが、彼は、自分の決定に対する責任に巻き込まれ、ナショナリズムの基盤に対する、彼自身の行為を見直し、警察内のほくろとしての彼の真の変化の、自己イメージを見直しました。 ビームの公の夢中打ちで、ラジュは彼に、彼の活動を放棄する、よう説得しようとします。前者は、すべてが平等であることを条件に夢中打たれることに、しました。彼の傷に反対して、ビームは抵抗して歌い、集まったグループに反乱を引き起こします。騒ぎは、ついに彼の活動のワイルドさを理解したら、ジュをさらに、照らします。仲間を救うために、まだ空中にいる、彼は、 スコットを説得して、彼を救うための罠を仕掛けながら、密かにビームを処刑するよう説得しました。いずれにせよ、スコットは彼の陰謀を推論します。マリオスコットの部下から救う方法を考えている間、ラジュは恐ろしいほどの傷を負ってしまう。同時に、自分自身を解放する方法を考え出したビームは、ラジュの活動をマリを殺そうとする試みとして誤って、解読しました。彼は、 彼女と逃げる前に彼をクラブします。事実から数ヶ月後、マリと一緒に、ハスラス森林地帯に逃げたビームは、勤務中の英国警察官に追い詰められました。ラジュの人生のパートナーであるシーターが天然痘の、フード病を装って保証することで彼らを撃退した、時、彼はほとんど発見されないように努めています。ビームの性格を知らない彼女は、州の目標に反するラジュの本当の意図と、 迫り来る処刑に対するラジュの本当の意図を明らかにします。自分の不注意を理解した後、落胆したビームは彼を救うことを約束します。視力深いジェニーの助けを借りて、ビームはラジュが投獄されている駐屯地の地下独房に侵入し、ビームは彼を解放し、その間ずっと多くの戦闘機に警告します。それらを克服すると、ペアはバックウッドの近くまで後退し、そこで、 数拝の場所から取ったロング棒を使用して、より多くの戦士を破壊します。スコットに戦いを挑むと、ペアは、フレア巡洋館を眠っている囲いのマガジンに押し込み、こうして点灯します。結果として生じる爆風は、キャサリンを含むスコットの組織内の多くを殺します。負傷したスコットをついに追い詰めたらジュは、ビームにイングリッシュライフルで、スコットを処刑するように依頼し、個々のターゲットを満足させました。 その結果、彼らは、スコットの武器を手に入れ、あとニシータとジェニーと、再び合流します。